こんにちは、倉敷ひな店です。今回は松田珠恵さんの作品をご紹介します。松田さんは粘土で人形を作られています。それではこちらの作品をご覧ください。松田珠恵さんの素敵な作品いかがでしたでしょうか。概要欄に作品の詳細を掲載しております。ぜひそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。